さらに驚くべきことに座席の後ろにこんなめくるめくスペースがあったのです。あ、すげえ。遠赤外線の掘りごたつに総ヒノキ張りの可愛いお部屋、ゆくゆくはここをサウナに改造してしまうそうです。それにしても畳1畳分のこのお部屋、何に使っているかはご想像にお任せします。すごいな、天井も高い。さあ、いよいよ桜井が夢見る北の大地、会津若松へ出発です。あれれ、演奏止まっちゃいましたか。とか走り出しました。あまり派手に電飾を煽りすぎるとバッテリーが切れちゃうそうです。今後はやや控えめで行くことになりました。道は帰り道、所詮通わぬ道だけど、惚れた荒れたが。今度は屋根の部分が消えてしまいました。さっきはエンストもしてしまったので桜井ちょっと心配です。一番星空から。おっと、また治りました。とりあえず一安心。それにしてもわざわざフルパワーで走っていただかなくても結構なのですが、この親父さんサービス精神が満点のようです。インサロン号はあんま安定、あれ安定運転、車が重いから飾りでスピードが出ないですよ。あ、そうなんだ。バック運転してる時って助手席誰もいないですよね。いないよ。ずっと一人ですよ。うん。何してるんですか。無線をしたり音楽を聴いたり。音楽は、音楽ですか。音楽はラジオとカセット。トラック野郎の心をつかむ音楽といえば、八代亜紀さんの右に出る人はいないでしょう。俺も趣味聞きます。千と千尋じゃないですか。なんでジブリなんですか。あ、そうなんだ。これ外見と合わないですよ。